この世界には人間や動物とは相入れない魔獣がいる。魔獣は人や家畜を襲い、その魂を食らう。あなたは、ふつま氏、リャン、フォン。お前が救助のワン・リョウリンだな。なぜこのようなことになったか、説明してもらおうか。私は、魔獣を引き寄せる体質なのです。首都には強い力を持った宮廷ふつま氏がいると教えられました。それで私は高級で働くことにしたのです。あなた様に会うために。さっきの魔獣、何かに向かっていったように見えた。まさか本当に魔獣を。ここにある書物を読めば何かきっかけくらいはつかめるかもしれん。無駄になる可能性もあるが、どうする？やらせてください。リャン・スーウェイと申します。フォン様の補佐をしております。これは珍しい。ここに娘がいるとは。様子を見に来ただけだ、ワン・リョウリンのな。今の私にできるのは、彼がリョウリンを救ってくれることを祈るのみ。宮廷ふつま氏としてできる限りのことはしよう。フォン様。